あれっていうか、ミコ先輩今ずっとかまどで焼いてた、もしかして。え、じゃがいもかまどで焼いてなかった今？え、かまどですけど。あれか、ま、ミコ先輩燻製器知らない？え、燻製器？あれ、ミコ先輩燻製器をもしかしてご存知じゃない？燻製器、溶鉱炉は知ってますよね？溶鉱炉は知ってますけど、溶鉱炉ってほら、あの石焼けるの早くなるじゃないですか。はい、はい、燻製器は食べ物焼くの早くなるんですけど、ご存知ない？早くなるんですか？あれ、あれ、なんかご存知ない？え、かまどってダメなんですかね？かまどの時代だったんですか、じゃあ今は。時代、 かまどの時代終わ、逆にかまどの時代が終わって、あ、燻製器の時代だったんですか。ねえ。ああ、なるほど。あるんですね。ちょっと、ミコピーちゃんと教えてあげてよ。ミコちゃん恥かいちゃったじゃん。そうだよ、やめてよ。恥かいたんですけど、みんなのせいで。気まずくなっちゃったじゃん。気まずいんですけど。わろた。なんや。恥ずかしくなったんですけど。おもろ。ごめんねって言ってる。面白いって言ってる。え、なんで俺ら、ごめんなさい。なんでちょっと、ミコチが知ってるわけないだろう。なんでそんな、なんでわかる、なんで自信満々なんだ。強いな。かまどで限界なんです。うちの子かまどで限界なんです。でもすごいもん作ってるよね。だってあのしけむらだってめちゃくちゃいろんな技術取り入れてない？そうなんですけど、ね、それはでもミコ先輩が作ったものじゃないんだよ。え、そうなの？そんなことないもん。別に動画見てるわけじゃないもん。ミコだって自分城とか見ました？あれミコのオリジナルなんですけど。道理でね。え、な、道理で、なんか反応が、うんうんうん、あれ、そうだね、そうだと思った。安心、逆に安心した。反応がなんか、あれ動画出そうかな、ミコ、ミコチの魔王城の作り方。まあでもミコ先輩好きな人は真似するよ。まあ確かにね。でもアーカイブで十分って言うかもしれない。わざわざ動画にしなくてもみたいな。最高。